はい、どうも皆さんこんばんは。ということで今日も頑張って動画の方やっていこうかなと思うんですけども、今回はですね、たぬきちくんの本当にいつも夜、こんな感じで過ごしてるよっていうプライベート動画をお届けしようかなと思います。いや、これ昨日の夜の映像なんですけど、昨日の夜さ、たぬきちくんとぼさつくんのところを掃除して、要するにキッチンペーパー組のところを昨日の夜は掃除したんですけど、まあ、結構小分けにすることも多くてね、いっぺんにやる時もあるし、まあいっぺんにやる時、やる時間がない時とか大変な時はちょっと小分けにして、こっちの子たちは明日掃除しようとかって分けて、負担が少なく、まあ、やってるんですけど、昨日はタヌキッチとボサツくんのところをやったので、まあちょっとその間に撮影をしてみました。そう、タヌキッチはね、タヌキッチって何さっきから言ってるけど、そう、最近タヌキチくんのことをいろんなあだ名で呼ぶんですよ、僕。だからちょっと動画でも出ちゃった、タヌキッチとかタヌくん、タヌタンとかね、タヌとかねタヌちゃんとかタヌキチくんとかね。まあタヌキチくんは結構オーソドックスだね。うん、タヌタンも結構言うな、言いにくいんですけどね、タヌタンって、タヌタンとか、まあ、いろんな呼び名で呼んでるね最近は。で、まあタヌキチくんはね、本当におしとやかな性格をしてて、まあなんかその辺は福君に似てるんよね。だから男の子は本当になんかこう性格的に穏やかな子が多いよね、うん、僕が今まで出会ってきた男の子は、うん、そうなのよ。で、まあケナフに興味示してますね最近は。さ、そのまあ動画見てない方もいるかもしれないんですけど、1個前か2個前ぐらい、1個前かなの動画でね、保護犬のその里親さんが見つかるまでの預かりを始めたみたいなことを言ってたじゃないですか。で、まあその子がまあ大変な子なのよ。まあ本当に大変な子なんですけど、だからまあそんなこんなで、まあ非常にね、まあなかなかにタフな毎日を送ってるんですけど、かわいい今のとこアップにしよう、今のとこアップにしようね、編集の僕聞いてる？今のとこアップねで、これお水変えてきたところかな。うん、で最近夜ね、たぬきちくんは回し車入れない時もちょこちょこあって、結構ね、このハウスだと回し車カタカタなっちゃう時があって、入れない時もあるんですけど、繁殖、まあ今保護犬の子が来たりなんやかんやでちょっとまたねできてない時もあるんですけど、繁殖が終わったらたぬきちくんは福くんのハウスにちょっと移ってもらおうかなと思ってます。受け継ぎだね、うちで、うん、こうそういうなんていうのかな、つながりを大事にしてるんで。そう、だからたぬきちくんは福くんのハウスで今後、あー、ぼさつー、あんたもかわいいねね、シャンプーしたんですよ。そう、ぼさつくんも昨日の夜、だから綺麗になったでしょ、心なしか、お肌が。背中はまあちょっとあれだけどそう、ぼさつくんのハウスはまあ基本的に毎日やるからね、掃除。もう本当につるぴかはげまるくんなんですけど、まあね、まあ大事なことですよね、それもね。うん、さあ、ということでタヌタンはね本当にかわいい。で、夜ね、結構この端っこのところで毛づくろいしてることが多くて、その毛づくろいをしてるところはね、マジで可愛いのよ。そう、だからまあちょっとそれが今日の動画の一番可愛いところかもしれない。うん。ちなみに今保護犬の子寝てますね。
パソコンの部屋に一緒にいるんだけど、一緒にいないともうなんか泣くしね。そう、そうなの。夜とかなんかこう一緒にいるんですけど、たまに豹変する時もあってね。野生の生き物と一緒に寝てるんかなみたいな時もまああるんですけど、まあ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 、かわいいね。タヌキッチかわいいね、本当に。まあこれがタヌキチ君の夜のプライベートですね。まあ特に掃除した日はこんな感じでいつも過ごしてるね。そう。いやー本当に可愛い。タヌキチ君ってなんか幼いっすよね。顔が本当に幼いのよ。いやなんだろうね、この可愛さは。まあこの辺が確実にサムネになるね、きっと。まあということでね、まあたぬきちくんと一のことをまた始めていこうと思ってるんですけども、もうそう、あとは本番だからね。まあでも福くんともっちゃんとかのことがあってさ、ちょっと命の重みみたいなものを僕自身が無意識に感じてる時があって、そうだからようやっとそこを自分の心をこうリカバリーできてきてるので、まあちょっと進んでいきましょうか。絶対ね、イチとタヌキチ君のこの子たちの赤ちゃん可愛いからね。名前とかもどうしよっかね。どうするどうする。まあ男の子は何々吉君っていうこうね、視聴者さんからいただいた名前をつけるっていうのは決まってるんですけど、女の子生まれたらどうする。まあちょっとまた考えなきゃね、名前とかもね。でまあそのまあ、なんていうの、繁殖が済んだらたぬきちくんも福くんのところに移ろうね。そしたらまあハウス内の施設も完璧になるからね。うん、ということで動画以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ、ありがとうございました。